みなさん、こんにちは。西川瑞希です。今回はじゃーん、人気売り切れ続出のチャコット4プロフェッショナルズフィニッシング UV パウダーの紹介をしたいと思います。値段は1500円くらいらしいんですけど、これはお肌に当てるとちょっと冷たい感じがするらしくて、冷却成分が入ってるみたいで、それはなんか汗かいた時とかそういう時になんか感じるらしいんですけど、で SPF も20入っているので UV 紫外線もカットしてくれるみたいです。のお粉はちょっと初めて使うんですけど、ちょっと使ってみます。でお粉とかはこのままつけると結構いっぱいついちゃうので、一回こうやってパフとかだったら揉み込んで、少し手とかにポンポンポンってやってからつけるのがおすすめです。全然自然です、自然でいい感じ。でも今のところちょっとひんやり感がねあんまりわかんないです。なんかその汗とかやっぱかいてる時に使うのがいいみたいということだったので、ちょっと今日はミストを顔にかけてひんやりするかっていうのをちょっとやってみたいなって思います。どうなんだろう、ちょっとやってみます。中身を忘れてきちゃいました、お家に。意味なかったよ。じゃあちょっとこれ、こっちはちょっとクリーム状のミストなんで反応するかわかんないけど、ちょっとこっちでやります。ちょっと今濡れてるからひんやりするかな。なんか本当にわからない。汗とかじゃないとダメかなって思います。これぐらいだとダメかもしれない。ちょっとね、汗かいた時に試してみようかなと思うんですけど、このお粉自体はすごいいい感じで、粒子も細かくてお肌でサラサラって溶け込む感じなので、すごくいいかなって。あと夏ってよれやすいので、お粉って本当に重要で、こういう粒子の細かいやつだとその化粧崩れのお直しの時によれにくくなるので、こういう軽めな感じの方がすごくおすすめです。でも結構マットっぽい感じもするので、あまりつけすぎは注意かなっていう感じで、ちょっと汗の方で反応するひんやり感はちょっと今回は分からなかったんですけど、もしちょっと試す機会がある方がいれば教えてください。ぜひ。こんな感じで今日はチャコットのお粉紹介だったんですけど、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。